これこそバンカー&マットレスだよベイベー。ワンダーランズタイニーティナと魔法の世界。今回はコンパニオン強化型ビルドと射撃強化型ビルドでどちらが先にボスを倒せるのか、すなわち火力が高いのはどちらなのか比較してみたいと思います。クラス構成は前回と同じ、ワイバーンとキノコとしてコンパニオンに特化したビルドと射撃に特化したビルドを組んでみました。スキル詳細は割愛させていただきますが、赤枠で囲んだスキルをマックスまでポイントを振った状態です。装備はどちらも同じ状態とし、魔法やアビリティは使用せず、同じ武器の射撃だけでボスを倒して撃破タイムを測ってみます。使用する武器はポイズン属性のゴブリンリペラントだけで倒してみます。それではおなじみのゾンボスを倒しに行ってみましょう。コンパニオン強化型撃破、射撃強化型も撃破。約3秒弱のタイム差でコンパニオン強化型が早かったですね。射撃性能の弱いクローブリンガーだからかもしれませんが、明らかにワイバーンを強化する方が早くボスを倒せる、すなわち火力が高くなるという結果となりました。予想以上のコンパニオンの働きぶりにちょっと驚きましたね。では射撃強化の効果が一体どれくらいなのかちょっと気になったので、次のパターンも追加してみます。スキルを全くつけていない状態ならどれくらい弱くなるのでしょうか。3つ目の比較対象として一番右側に追加してみますのでご覧ください。この時点で明らかにゲージの減りが遅いのが分かりますね。スキルなしがアーマーを削り切る頃にはコンパニオン強化型は撃破しそうな勢いです。コンパニオン強化型撃破、射撃強化型も撃破。ダメージ軽減もない状態ではやっぱりやられてしまいますね。やっと倒せました。射撃強化型と比べて約42秒の差が出てしまいました。射撃強化をすることで約2倍の火力アップとなっていたということですね。他の職種の場合は違う結果となるはずですが、少なくともクローブリンガーの場合はスキル構成上コンパニオンを強化する方が強くなれるということでしょうか。さていかがだったでしょうか。武器の性能や火力だけにどうしても目がいってしまいがちですが、やはりクラスごとに最強となる組み合わせは異なるような気がしますね。武器のダメージ数だけではなく、特殊条件にもこだわりながら武器厳選をする必要がありそうです。ワイバーンを強くするクローブリンガーのビルド、装備の組み合わせからさらに模索してみようと思いますので、気になった方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。またクローブリンガーについて面白い組み合わせを発見された方いましたら、ぜひコメント欄で共有していただけると嬉しいです。
それでは今回はこのあたりで終わりにいたします。以上、マカロニでした。